俺はお前のカマセイヌじゃねえ。皆さんこんにちは。今回プロレス大好き女子の私が紹介する話題は、歴史的事件が2つ同日勃発した1982年10月22日広島大会です。それでは早速始めていきましょう。プロレスの興行はごく稀に連続的に伝説を起こすことがあります。今回ご紹介するのは、そんな連続的に伝説を起こした1982年10月の広島大会についてご紹介してみたいと思います。一つ目は、長州力選手と藤波辰爾選手の名勝負数え歌の始まりとなった試合。もう一つは、タイガーマスク選手と小林邦明選手のトラハンター事件の勃発。一体これらの事件の背後に何があったのかについてもご紹介していきます。伝説のライバル長州力 vs 藤波辰爾。新日本プロレスの歴史に残る名ライバルといえば、野木選手、タイガージェット新選手と並んで上がるのが、この長州力選手 vs 藤波辰爾選手であると言えるでしょう。猪木選手に代わる新日本プロレスの新しい主人公として目をかけられていた藤波辰爾選手。そしてそのライバルとして君臨していたのが長州力選手でした。洗練されたテクニシャンで、ハンサムで爽やかな女性受けのいい藤波辰爾選手、かたや泥臭く破天荒なハイスパートレスリングを打ち出す長州力選手。その経歴も真逆でした。洗練されたイメージの強い藤波選手ですが、もともと猪木選手に憧れ付き人から始めたという経歴を持った叩き上げでした。そして長州力選手は泥臭いイメージとは真逆に、その出自は元大学アマレス経験者で、かなりのスポーツエリートだったのです。このように真逆の経歴を歩んだ彼ら、この2人の新世代の対決は1980年代の新日本プロレスを色濃く鮮やかなものとして根付かせており、現在でも高い人気を博している構想になっています。2人の構想は名勝負数え歌と称され、多くの名勝負を生むこととなりました。現在すでに引退している2人ですが、今でも非常に仲が良く、コラボ企画で顔を合わせるとお互いに笑顔で昔話を話している様子が見られます。このように水と油のように性格の違う長州選手と藤波選手ですが、その関係は非常に良好で、私生活では親友とも言える仲であったみたいです。そんな今現在は仲良しの2人の構想が始まったのは1982年10月8日の後楽園大会からでした。その日は猪木選手、藤波選手、長州選手3人の新日本正規軍とアブドーラ・ザ・ブッチャー選手、バッドニュース・アレン選手、SD ジョーンズ選手との6人タッグマッチがあったのですが、この最中に長州力選手は突如新日本正規軍に謀反を起こしました。そしてここで言った言葉が、あの俺はお前のカマセイヌじゃないという名言だったのです。長州選手はここから維新軍を結成。これ以降は名勝負数え歌と呼ばれる伝説の構想が始まっていくのでした。ちなみにこの時本当に言った言葉は、なんで俺がお前の前を歩かなきゃいけないんだ、なんで俺がお前の前にコールされなきゃいけないんだという言葉であったと言われています。この構想劇を思いついたのはアントニオ猪木選手自身で、自分のキャリアに不満を抱いていた長州選手と藤波辰爾選手をぶつけることで何かドラマを生み出せるのではないかという考えに至ったからだとのことです。もともとのアイデアはメキシコで UWA 世界ヘビー級王座を獲得したことで、その成果を藤波にぶつけるシングルマッチを考えていたそうですが、それよりも長州が裏切る方が印象深いということで、この形に変わっていったと言われています。やはり猪木は天才的なアイデアマンであったのです。名勝負数え歌長州藤波伝説の始まり、1982年10月22日広島大会。この日長州選手と藤波選手の後に名勝負数え歌の一試合目とも称されるシングルマッチが組まれました。この日藤波選手の保持していた WWF インターコンチネンタル王座をかけての試合が組まれる予定でしたが、両者の因縁を含めてこれは王座戦にふさわしくないということで、直前にノンタイトルマッチに変更されました。これはいいことであったのか悪いことであったかは定かではありませんが、個人的にノンタイトルマッチという風に変更したことで、この構想がより長く長期間に及ぶものになっていったということを考えれば、
ノンタイトルマッチということにしたことはいいことであったのではないかと思います。試合が始まるや否や、藤波選手はいつものように冷静さを見せます。片や長州選手は気合を入れて、藤波のタイミングに乗るまいと闘志をにじみ出します。藤波選手はダブルレッグロックで足を決めますが、長州選手はこれを気合で耐え抜きます。それに対抗して長州選手はエルボーやストンピング、おまけに張り手といった荒々しいラフファイトを展開。なんと藤波選手を4回も踏むという一面を見せました。さすが技巧派の藤波。そして気合の長州といった感じ。双方の長所を見せつけていきました。やがて、試合中盤になると、長州選手は藤波選手をリング外に投げ飛ばしました。すると、国際軍団が藤波選手を角材などで滅多打ちにしてしまいました。これがきっかけで藤波選手は流血してしまいます。これがチャンスと言わんばかりに長州選手は藤波選手の出血した部分めがけて金具を打ちつけたり、力のこもったパンチや蹴りを入れるなど、かなりラフファイトを展開させました。しかし藤波選手はそれでも冷静沈着、鮮やかにネックロックを決めてやり返すのでした。しかし長州選手のラフファイトを前に藤波選手も切れてしまったのか、蹴りを入れ始めます。そして足4の字を決めます。長州選手はさすがにこれはたまらんと場外へエスケープ。すると藤波選手は追いかけて長州選手に対して場外に向かってのボディースラムを放ちました。やがてリングに戻った両者。ここで藤波選手はドラゴンスクリュードロップキック、そしてブレーンバスターを繰り出しピンフォールをします。しかしカウント2で長州選手は耐えしのぎました。立ち上がった長州選手は藤波選手に対してヘッドロックをかけると思いきや、まさかのバックドロップを繰り出しました。これは後に名勝負数え歌で何度も見られる一発逆転のバックドロップとなりました。とこのように一進一退の攻防が繰り広げられ、観客は大興奮しました。試合終盤、なかなか決まらないことに怒った長州力選手は椅子を持ち出し藤波選手の頭に一撃を繰り出し滅多打ちに。試合はノーコンテストとなりましたが、狂乱を止めない長州選手に業を煮やした猪木選手が割って入る形で試合は終了しました。長きにわたる抗争の第1話は衝撃的な結末を迎え終わったのです。またこの試合の直前に長州選手、藤波選手は揃って猪木選手に、お前らみっともない試合はするなよと言われていたらしく、かなり気合の入った試合になっていました。この頃の猪木選手は非常に恐ろしく、不甲斐ない試合をするとかなり選手を怒るという一面があったと言われています。おそらく長州選手も藤波選手も猪木選手の顔は潰してはならないと無意識的に気合の入ったものになったのかもしれませんね。いずれにせよ、この1982年10月22日広島大会での長州力 VS 藤波辰巳の試合で、この名勝負数え歌は始まりを迎えたのでした。しかし実はこの大会もう一つ伝説が起きていたのでした。長州藤波以外にもあったもう一つの大事件、トラハンター誕生。白熱した長州藤波戦の後、 NWA 世界ジュニアヘビー級選手権試合としてタイガーマスク選手とレス・ソントン選手の試合が始まりました。しかし試合直前、チャンピオンベルトを巻いたタイガーマスク選手は突如何者かに襲われてしまうのでした。襲撃した相手は小林邦明選手でした。これをきっかけに小林選手とタイガーマスク選手の間で抗争がスタート。海外遠征から帰国していた小林選手は、長州力選手が藤波選手を裏切った行為に大きな影響を受けました。このことに対して後にマスコミのインタビューで、長州が藤波さんに噛みついたんだったら俺はタイガーマスクに噛みつかないと生き残れないと思ったんですね。この日の後楽園で初めてタイガーマスクの試合を見てすごいと思ったんですが、だからこそこいつに噛みつかないとダメだって思いました。それは誰かから指示されたとかそんなレベルではなくて自分で勝手に考えたんですと語る小林選手。ところが実は小林選手が襲撃したのには裏がありました。この日タイガーマスクの NWA 世界ジュニアヘビー級王座に挑む予定になっていたレス・ソントン選手ですが、なんと体重計量の際に体重がオーバーしてしまっていたことが分かり、ノンタイトルマッチに変更されていたのです。
お客様第一主義者であった猪木選手は、これでは客は満足しないと考え、小林選手が襲撃するというアイデアをひらめいていたのかもしれません。やはり、アイデアマン猪木、プロレスがどのように見られているかを常に考えていたのでしょう。小林選手の言う、それは、誰かから指示されたとかそんなレベルではなくて、自分で勝手に考えたんです、という言葉は一種のリップサービスである可能性があります。この襲撃事件以降、小林選手とタイガーマスク選手の抗争が起こり、なんとこの後に行われた10月26日での大阪府立体育館大会では、タイガーマスク選手のマスクを破り剥ぎ取ろうとする狂乱の試合になってしまいました。これ以降、小林選手はトラハンターとしてその異名を轟かせる形になりました。まとめ、いかがでしたでしょうか。歴史的な事件が起きた1982年10月22日、長州力選手と藤波辰爾選手の名勝負数え歌がスタートし、片やタイガーマスク襲撃事件により小林選手とタイガーマスク選手との間での抗争がスタート。この日、歴史的なことが2つも起きていたのです。そしてこれらの背景にはアントニオ猪木という天才がいたのではないかという疑惑もご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。